う一個食べちゃおう。いつもご視聴いただきありがとうございます。プリスキラ TV JPN です。今日は米粉を使ってグルテンフリーのレーズンバターサンドを作ります。スイスメレンゲのクリームも作ります。どうぞ最後までごゆっくりご覧いただけると嬉しいです。米粉 50g、 アーモンドプードル 50g、粉糖 20g、 バター 50g、 卵黄1つ分、塩1つまみ。クリーム用の食塩不使用バターを 90g、スイスメレンゲを作るので卵白1個分、メレンゲのためのグラニュー糖 50g、 ホワイトチョコレート 40g です。大変大事なレーズンのご紹介を忘れました。こちらはラム酒に漬けたレーズンです。ラムレーズン2019年の9月21日に漬けました。こちらのラムレーズンの作り方は動画があります。よろしければご覧ください。ボウルにバターを入れます。バターがクリーム状になりました。粉糖を入れます。粉糖は 2,3 回に分けて入れます。白っぽくなるまで混ぜます。卵の黄身を入れます。黄身だけ。アーモンドパウダーをふるいにかけます。塩も1つまみ。米粉はふるわずにそのまま入れます。そうしましたら一塊にまとめてサランラップで包んで1時間ほど冷蔵庫で休ませます。1時間が経過しました。型に米粉をつけます。2番生地を成形します。焼き縮みを防ぐために生地を冷蔵庫で30分ほど休ませます。焼けました。170度のオーブンで15分焼きました。
それでは冷めるのを待ちましょう。ホワイトチョコレートです。お湯です。湯煎にして溶かします。バターをポマード状にします。50度ぐらいのお湯をお鍋に張ります。卵白1個分です。湯煎にかけながら卵白を泡立ててスイスメレンゲを作ります。お砂糖を入れます。グラニュー糖と卵白がよく混ざったので、今度は湯煎から外してよく泡立てていきます。メレンゲにはフレンチメレンゲ、イタリアンメレンゲ、スイスメレンゲの3種類があります。いずれも卵白と砂糖を合わせて泡立てたものですが、作り方によって大きく変わってきます。一番オーソドックスなのがフレンチメレンゲです。主に焼き菓子など火を通して作るものに使用します。イタリアンメレンゲは軽く泡立てた卵白に約118度の煮詰めた熱いシロップを垂らしながら泡立て続け、シロップの熱で卵白の一部を熱凝固させたものです。しっかりと固く安定したメレンゲとなります。主に冷たいお菓子やバタークリーム、デコレーションなどに使用します。3番目のメレンゲはスイスメレンゲです。今作っているメレンゲです。湯煎で温めながら泡立て、50度まで温度を上げていきます。温度が50度になったら湯煎から外し、熱が冷めるまで泡立て続けます。イタリアンメレンゲと同じように卵白の一部が熱凝固しています。しっかりと固く気泡が安定し、ツヤと粘りの強いメレンゲになります。主に冷たいお菓子やデコレーションに使用します。卵の加熱殺菌は、卵の中心温度が65度以上で5分、または75度以上で1分以上となります。したがって、フレンチメレンゲもイタリアンメレンゲもスイスメレンゲも、いずれも殺菌はできていません。どうぞお気をつけてご使用ください。これは滑らかでとても美味しい。チョコレートが溶けてました。はい、今ちょうど30度ちょっとです。あまりチョコレートの温度が高いとバターが溶けてしまいますので、目安は30度にチョコレートの温度を下げてください。もしもチョコレートの温度が高いようでしたら、器ごとお水につけて30度まで温度を下げてください。はい、それではね、チョコレートの中にバターを少し入れます。メレンゲを入れていきます。少しずつ合わせていきます。
リームが出来上がりました。おいしい。使い捨ての絞り袋です。本来のスイスメレンゲは卵白の分量の倍量のお砂糖を入れます。今日はチョコレートも使うのでお砂糖は控えました。ラムレーズンはキッチンペーパーの上に置いて余分な水分を取ります。はい、レーズンを置いたら上からもう一度絞ります。出来上がりました。一晩冷蔵庫で固めます。もう一個食べちゃおう。スイスメレンゲで作るレーズンバターサンドは格別のお味です。どうぞ皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。